第18代総選挙。第18代総選挙。第18代総選挙は、大韓民国国会の議員を選出するため2008年4月9日に行われた韓国の選挙で、1948年5月の初代総選挙から数えて18回目となる。韓国では、選挙回数を大回ではなく、大々と数え、名称も総選挙ではなく、総選。 と表記するのが一般的である。前年12月の大統領選挙で当選した宮木宏が第17代大統領に就任2月25日した直後に行われた総選挙である。選挙の結果、10年ぶりに政権与党に復帰したハンナラ党が過半数を上回る議席を保する一方で、旧与党系の大統合民主新党以下民主新党と民主党、 以下、旧民主党が統合して相当された統合民主党以下民主党は、現有議席を下回る結果となった。また、大統領選挙に出馬して検討した、理解省が結成した自由先進党以下、先進党や半奈良党の公認を外された、牧金恵派の議員が結成した親牧連帯は、前線検討、左派政党の民主労働党以下民道党は、 現有議席を下回る厳しい結果となった。出典、韓国中央選挙管理委員会の第18代総選挙争乱の248から249ページ、政党別候補者及び当選人数より、なお、諸派政党の候補者に関しては除外した。出典、中央選挙管理委員会第18代国会議員、選挙管理システム、なお、 投票率が50%を超えた地域は太字で強調した。有権者の興味を引くほどの与野党間の争点がなかったことや、主要政党の公認決定が内紛などで遅れ、各党間の政策が明確に示される環境が整わないなどの理由から選挙への関心は低く、選挙管理委員会による博物館などの公共施設利用料が 無料になる確認書配布などの施策も、こを奏しせず、前回総選挙、17代の投票率60.6%に、比べ、14.5%も低下し、これまでで最低だった2000年総選挙、第16代の投票率57.2%をも、下回る過去最低の投票率を記録した。当初は、180議席程度の圧勝もあり得ると、 考えられていた半奈良党、選挙前112議席であるが、保守政党の先進党、親牧連帯や、親牧系無所属候補の候補と接戦になったことで、中性道のみならず党の地盤の峰南、継承道でも支持が伸び悩み、過半数、150議席を3議席だけ上回る153議席で新勝に近い結果となった。選挙前は、院内第一党で、 改憲阻止戦である100議席を目標としていた主体の民主党136議席は党の地盤であるコナン、広州広域市、全羅道や中西北道を呼び最終特別自治道では第1党になった首都ソウルを含む首都圏で議席を大幅に減らした結果81議席に止まり惨敗した。李解消総裁が率いる先進党9議席は 理解賞の地盤である、中聖堂、特に、大田公益市と中西南道で、圧倒的強さを発揮し、第3党に躍進したが、院内交渉団体を形成するために必要な20、議席には届けかかった。また、中聖堂以外の地域区では当選者を出せず、地域政党としての限界も示される形となった。半奈良党の公認を得られなかった。 国金めぐみもと藩奈良党代表支持グループが結成した親牧連隊3議席は牧師の地元である手櫛や継承北道で支持を伸ばし、善戦した。前回の総選挙で10議席を獲得し、初めて院内進出に成功した左翼政党の民老党6議席は大北朝鮮政策をめぐって党が分裂した影響もあって比例代表議席を半分以下に減らし、 五議席に止まり前回選挙の半分という厳しい結果となった。一方、民労党から離党したグループが結成した進歩新党は地域区で立候補した共同代表の露海んと陳昌が僅差で落選、比例代表でも議席阻止戦の得票率3%にわずかに届かず議席を獲得することができなかった。前年の大統領選挙で敗北した 大統領候補の文国元が代表を務める創造勧告党一議席は文代表がソウルで当選、比例代表でもに議席を獲得して検討した。無所属25議席は半奈良党や民主党の公認を得ることができなかった候補者が多数出馬し、第六共和国時代の総選挙では過去最高の25議席となった。前回の総選挙では ウリ党と民老党及び新千年民主党が過半数を占め、中道進歩主義、進歩主義勢力が国会を制する結果となった。しかし今回の選挙では、中道保守の半奈良党が過半数を獲得、親僕連帯や保守政党である先進党も躍進し、国会の6割以上を中道保守、保守勢力が占める結果となり、民主党や民労党及び創造勧告党といった。 中道進歩主義、進歩主義勢力は3分の1にも届かない厳しい結果となった。また新聞社が行った国会議員の理念成功調査でも前回選挙で選ばれた議員に比べ相対的に保守化傾向が見られた。出典 66.、66.2%、首都圏当選者66.2%が保守的全国平均より高め。 東亜日報2008年4月15日付、表、政党別理念成功、表、地域別理念成功。なお、透名と地域名、後ろの格好書きの数字は質問調査に応じた当選者の数である。出典、朝鮮日報総選特集サイト、政党別地域区議席数確保現況、太字の数字は、 当該地域の獲得議席数が第一党であることを示す。出展、韓国中央選挙管理委員会国会議員選挙管理システム。中1、比例代表では15政党が候補者名簿を提出したが、ここでは比例代表で議席を獲得した政党と民道党から分裂して結成された新歩新党のみ掲載した。太字はその政党の得票率が当該地域で 第一党になったことを示す。4年前の総選挙では、ロブゲン大統領の弾劾訴追の是非が大きな争点となったこともあって地域によって政党支持が極端に偏る現象はあまり目立たなかった。しかし、今回は想定や盛り上がりにかけた選挙戦となったことも影響してか、軽症道が支持基盤のハンナラ党、親牧連帯、全ラ道が支持基盤の民主党、 中政党が支持基盤の先進党各地域における政党支持が全国平均より大きく偏る結果となり韓国政治に大きな影響を与えている地域感情に基づいた投票行動が再燃した結果となった。なお、全田道における半奈良党の比例代表での得票数及び得票率は前回の総選挙時よりは若干だが増えた。反対に民主党は 前回の売り党と新千年民主党それぞれの得票率を合計した分より得票率をやや減らしている。出展第18代国会議員選挙政党別当選者。地域区と比例代表を合わせて41名の女性候補者が当選したが、前回の17代総選挙での女性当選者39名と比較して若干増加した。地域区での当選者は、 半奈良党の牧金恵み、帰り咲きを果たした民主党の秋、宮井など十四名、現職十一名、現職一名、新人二名。現職当選者のうち、比例代表地域区の倉替え当選は五名。なお、比例代表に関しては当選者二十七名中、二十五名が新人候補と前回の十名を上回って、過去最多となった。 一方で韓国初の女性国務総理を務めた、ハン・アキラー・は、慶喜堂、カヤシ・ヒ東選挙区から出馬したが、ハン・ナラ党の候補に敗れた。政党別で見た場合では、ハン・ナラ党が21名と最も多く、続いて、民主党12名、親僕連帯4名、先進党と民労党が、各2名であった、創造韓国党の女性当選者はなし。地域区では、総が8名。 半奈良5名、民主3名、軽軌道4名、半奈良4名、手具士1名、半奈良1名、全羅北道1名、民主1名の順になっており、大部分がソウル市と軽軌道の地域区で当選している。なお、地域区における女性当選者は全員が半奈良党もしくは民主党からの当選である。出典、連合ニュースの 初当選議員は137人、前回より大幅に減る。今回の総選挙で初当選を果たした候補は137人で全体の45.8%に止まり、前回の17大総選挙の時の62.9%と比べて新人当選率は大幅に減少した。なお、第17大国会の現職議員で再選を果たした候補は、 131人である。当選者のうち、最多当選者は自由先進党の長春小候補、比例代表でこの選挙で7000を果たした。また、年齢構成では、50歳代は47.2%で、最多となった。反対に386世代を中心とした40歳、代以下の当選者は、前回総選挙において、売り党で当選し、今回は、 統合民主党から立候補した議員が多数落選したこともあり31.7%、前回43.1%と減少し、前回総選挙より当選者の平均年齢はやや上がった。出典、2008年4月10日付韓国日報10面、当選者職業別分布。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。